ビッグオーディオダイナマイトはイングランド出身のロックバンドザクラッシュの元ギタリストミック・ジョーンズを中心に結成様々な音楽スタイルを取り入れたポストパンクを展開した一度解散していたが2011年に再結成を果たしているバンドの最初の姿ジョーンズと映画監督のレッツが結成し1985年にアルバム This is Big Audio Dynamite でデビューした。アルバムジャケットにはどの番を除いた4人が写っており、5人、揃った写真は、ジャケット裏面にある。1986年のアルバム、ナンバー10、アッピングストリートではクラッシュでの仲間、ジョー・ストラマーをコプロデューサーとして迎え、一緒に、数曲を作った。1987年に、U2 のワールドツアーをサポートし、 1988年にはタイトゥンアップボリューム881989年にはメガトップフェニックスをリリースしたタイトゥンアップボリューム88にはビルボードのモダンロックトラックスで1位になったジャストプレイミュージックが含まれている1990年映画フラッシュバックのためにオリジナルメンバーでフリーを制作録音した これがオリジナルラインナップでの最後の曲となり、バンドは間もなく解散した。1990年後半、ミック・ジョーンズはビッグ・オーディオ・ダイナマイト2をデビューさせ、イギリス限定アルバムのクール・エイドをリリースした。ダンドの番はバッドの最後の曲、フリーの焼き直しである、キッキミニに一曲のために残った。1991年の ザ・グローブではバッドから残ったメンバーは、ジョーンズただ一人で、バンドは、ビッグ・オーディオ・ダイナマイト2と呼ばれた。ギタリスト二人になった新ラインナップは、より、クラッシュ的になり、結果的に、オルタナティブロックの傾向を深めた。ザ・グローブには、バンドの商業的に最も成功した、シングル、ラッシュが含まれている。この曲は、アメリカのモダンロックチャートで1位になった。 イノセント・チャイルドとザ・グローブもシングルリリースされた。バッドには U2 のズーテブツアーをサポートし、ライブ EP、オン・ザ・ロード・ライブ92をリリースした。後に、バンドはキーボードのアンドレ・シャップスと DJ ・ボーカルのマイケル、ゾンカ・カスタンスを招き入れた。二人とも1994年のアルバム、ハイ・アー、パワーに参加しており、 またこのアルバムは名前を縮めたビッグオーディオ名義でリリースされた。このアルバムはザ・グローブやそれ以前のアルバムほどには受け入れられなかった。1995年にゲリー・カーファーストのラジオアクティブレコードと契約し彼らにとって最も売れなかったアルバム F パンクをリリースした。これはハイアーパワーと同じラインナップであるのにもかかわらずビッグ。 オーディオダイナマイト名義でリリースされた。ラジオアクティブレコードはバンドの次のアルバムエンタリング・アニュー・ライドの発売を中止した。この時のラインナップにはボーカリストのランキング・ロジャーが入っている。1998年、バンドはエンタリング・アニュー・ライドの曲の配信を主目的とする新たなウェブサイトを立ち上げた。しかし長く続くことはなく、このまま活動を停止した。 2005年の時点で、ジョーンズは、元ジェネレーション X、ジグジグスパトニックのトニー・ジェームスとのプロジェクト、カーボン、シリコンに取り組んでいる。2007年初め、バッド2のライブ DVD がリリースされた。2011年、21年ぶりにオリジナルメンバーが集結し、ワールドツアーを開催。フジロックフェスティバル出演にて、18年ぶりの来日公演も行った。 ありがとうございます。